どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。ママのところに帰るという感じなんで、今戻っていってるんですけど、なかなかミュールが大変やね。来てくれたのね。さあ準備ができたわ。これは新しい手錠端末。機能はほぼ同じだけど武器としても使える。あなたがつないでくれたおかげで設計図から作り直せた。武器だって？名前はコードカッター。ああ、つまりBT はあの世と最大でつながってるでしょ。その最大がこの世の物質とあの世の反物質を引き合わせてバンボイドアウトする。でもデッドマンが言った通り、あなたの血液を使えば彼らの最大を切断できる。だからその機能を追加した。つながりを断てば BT は死者の世界に帰る。BT が去ればボイドアウトもなくなる。BT を切り離せる。彼らに気づかれずに最大に近づくことができればね。最大を手錠で切り離す。じゃあ練習しましょう。まさかあの子との再会を切って。ぐっすり眠ってる。お乳をいっぱい飲んだから。今のうちよ、私たちのつながりを切って。この世には生まれてこなかったけど、離れたくないし話したくない。この子が死んでいても。実はね、この子は私の子じゃないの。テロの話は嘘だったのか？いえ、嘘じゃないわ。私の卵巣は卵子を作れなくて、ロックネは子宮に異常があった。二人とも子供が産めなかったの。私はそれを受け入れてた。子供なんか欲しくなかったから。でも妹はそうじゃなかった。ロックネは子供を欲しがった。遺伝子をつなぐ子供を。妹にはブリッジズの恋人がいたの。でも事故で死んでしまった。妹の絶望は私の絶望。本当よ、私たちはお互い相手の強い感情に共鳴してしまう。妹が死ぬことすら考えてると分かったから、私は提案した。子供を作らないって。保存してた彼の精子とロックネの卵子を人工受精させて私の子宮を貸したの。私のお腹で大きくなった。でもあのテロが起きてロックネとのつながりが切れた。真実も伝えられず、私はこの子と
離れられなくなってしまった。でも決心した。ロックネに伝える。一つのつながりを断つことで新たにつながる関係もある。全てをつなぐことはできない。世界をつなぎ直すには私が妹のところに行くしかない。お願いサム。早く。え、マジ、え、俺がやんの？マジで？サム、ファスナーを上げて。あ、マジで外で連れていくのか。世界は久しぶりだから、私には刺激が強すぎるの。大丈夫か、瓦礫でのトラウマ、閉所恐怖症は。大丈夫だけど、顔だけは出して。光や風、匂いを感じることができる。いいわね、あなたたちはつながっている。いいわサム、行きましょう。さあ、次はママを届けることになるか。ちょっと整理しましょうかね、準備をね。さあ、整えました。じゃあ届けに行きますか。マジか、しかもこのアイテムを持てない状態でか。腹を空かせてるな。こいつに食われず逃げ切れれば OK だ。さあどうだ、楽しめ。マジか。
さあ逃げるぞ。の方が何かといい。パワーの方がやっぱ動きがいいね。おお、こっち行けるのか。行けるね。何かしら対策ができるようにはしておいた方が良さそう。これは乗れない。きついな。それ乗れないのきついな。抜けたかな。抜けた。ああ危ねえ。画面。座礁地帯を抜けたわ。いやー、判断が功を奏した感じにはなったが、いやー、こっから運ぶのはなかなか骨折れそうだな。とりあえず島で行こう。いや、まさかそれだけの長い距離を移動することになると思ってもなかったな。頑張って、サム。さあ。地道に頑張って運びますか。こっち雨が降りそうだな。このまま真っ直ぐか。いやでもママを運ぶことになるとは思わなかったね。途中で人を運ぶのがあってよかったなという気はするけど。
この辺りはさすがに当たれないか。下に休憩所あるか。まっすぐ行けるこっち行った方がいいね。危ない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 。さあ、ロープあるかな。まだ以前のラッコから久しぶりにここ来たけど、あの中、水筒の中ってモンスターエナジーなんだね。いやー、人一人持って登るってなかなかやね。危ない危ない危ない。意外とこれ OK なんだ。今までダメージは入ってない。よし、借りていこう。もうこうなると普通にドライブだよね。バージョン2はあるのはいいんだけど、
さあ。いいね、これでこっち側行って。いやー、まあ、車があるだけ本当楽っていう感じ。意外とな。道路ができてないからな。とりあえず一回車自体修理して進めるところに進めたいところもあるからね。あとはできるだけバッテリーが多い方がいいから、それを使うのもありだね。私がいた病院は橋の下敷きになってしまった。今でもよく夢に見る。苦情にかかる橋が大きな音を立てて崩れてくる。あのテロ以来、私は橋が怖い。ブリッジズなのに橋が怖いなんて。それに閉じ込められていたから暗闇が怖いの。あれから一睡もしてない。とりあえず、一回整理しとこう。さあ次行こう。
切れた。頑張って。待って。
私たちのこの能力をみんなが使える。ブリッジズにスカウトされて気づいた。カイラル通信を使い離れ離れに暮らしている人々を結ぶことができる。そしてこの世界を一つにできる。人々を一つのルールで縛るんじゃない。たった一つの価値観を強要することなく、いろいろにそれぞれの価値観を共有するの。それができれば世界は変わる。そう思ったの。だから私たちはアメリに協力してキューピッドを作った。でもあの事故であの子が生まれた時、私たちの双子通信が途切れた。生まれた時からいつも一緒だった私とロックに、その時初めて途切れてしまった。今はまた6年近くに感じられるの。ありがとうサム、また一つになれた。私はあなた、あなたは私。あの時みたいに ちょっと、まあ、ママの方も、まあ、得意な生まれ方をした感じだね。まあ連れて行ってどういう風になるかはまあまたここからだね。いや、フラジャイルジャンプ使えたら本当にいいんだけど、人は運べないからね。そこが肝だよね、このゲーム。しかも時行きっていうなんか、新しいの発生してるし。まったく。あ、今度は後ろからだね。いやさあ、運転のとしていろいろ力を借りながらここまで来たけど、なかなか大変だったな。してればね。さあさあ、
いやー、ここまで辛かった。さあ、ママをロックネに合わせると。モリンゲ、姉さん。本当だね、本当そっくりやね。伝えられなくてごめんね。あなたの子を私は守れなかった。いいの、もう謝らないで。ロックネ、お願い、キューピッドを直して。あの子は救えなかったけれど、あなたは世界を救える。あなただけが。愛してる。あなたは私の誇りよ。マジ？ママ、なくなるの？マジか。お、S。つながった、また一つになったと。トロフィー解放っすね。いやー大変やった。姉さんに何が起きたか知らなかった。突然双子通信がつながらなくなったのは姉さんがつながりを切ったからだと。姉さんが望んだ通りに直してある。これでカイラル濃度は調整されるはず。ただおかしなことがあるの。書き換える前に昔のコードを見直してみたの。私の記憶違いでなければコードの一部に改変の痕跡を見つけた。誰かがコードを書き換えたと。確かなことはわからないけど、私の納品した最終バージョンではないわ。でもそのおかげで意地っ張りの姉さんともまたつながれたから。書き換えたのは姉さんだと思う。あの時姉さんは瓦礫の下でお腹の胎児と一緒に死んでいたのね。自分の母はとっくに死者の世界に行って、死んだ娘を返してこの世の母につながっていただけ。姉さんは知っていたはずだわ。バイタルデータを記録する手錠端末を外していたもの。
自分の作ったお気に入りの手錠なのに。私たちの娘を守ろうとしてくれていたんだわ。さあ、繋がった。姉さん、聞こえる私。また繋がった。一つになった。お腹の中に戻ったみたい。懐かしい。モリンゲン。ロックね。お、瞳の色が。君に一つ報告がある。君が巻き込まれたあの戦場だが、ログを解析した。お、音声だけの分析だからそれが全てだとは言えないが、使われていた言語、交わされていた人名や用語、兵器や銃声を照合した結果、君が遭遇したのは100年以上前の戦場だという結論。あ、だいぶ前じゃん。第一次世界大戦の戦場だ。君の夢でも妄想にとらわれていたのでもない。君は別の空間に連れ去られていた可能性がある。時間のズレを考えるとビーチだとも考えられるが、そう断言することはできない。ビーチに戦場があるなんて一度も聞いたことがない。それにビーチは個人の意識に従属しているはずだ。ハートマンなら合理的な解釈をしてくれるかもしれん。ビーチの専門家だからな。だが彼のもとにはまだカイラル通信がつながってない。あ、まだ先なんだね。今は休んでくれ。これから先の話はその後にしようじゃないか。そうだね。いやー、おー、結構これは半端なかった。いや、マジで普通にプレイしてる時間としてもかなりだきつかったね、これに関しては。おはようございます。血液採取チェック。献血ありがとうございました。さあ、ここまで来たね。まあ3分の1残すところというところかな。まあ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 、次回はこの続きやっていきますか。いやー、ママの話ここまでいろいろなると思わなかったけど、まあ、なかなかでしたね。
じゃあ今回ここまでとしたいと思います。あれ、テーブルがまた、こんな感じだね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。